かい稼ぎだね。さあね、興味ないよ。しないでくれる。動かれると逆に手間が増えるんだよね。私だっていつか役に立ってみせるんだから。
これ全部壊しちゃっていいの？ああ、好きにしろ。ここはお前のおもちゃ箱だ。俺たちの後ろから離れんなよ。なに、安心しろって。二人で十分さ。二人とも油断しないでね。Thank you.
そこを動く。これで終わりだ。遅い。寄ってきたぜ。後悔しても遅いんだよ。でかい的だぜ。肩を並べてこそ信用に足る。それができなきゃ足手まといだ。ってのが口癖だったな。かつてここで大勢の人間が死んだ。だがまともな墓も足を運ぶやつもいない。忘れられるのは寂しいよね。戻るか。なんだこれは。